サレルノ都市鉄道は南部イタリアのサレルノにおける都市鉄道線である。サレルノ都市鉄道は南ティレニア鉄道に並行する新設されたサレルノ、アレキ線を経由し、サレルノ市内を東西軸に結ぶ鉄道である。鉄道の延長は6キロで、駅数が6駅である。2013年11月4日に開業した。平日は往復十九本がサレルノアレキ線の 全区間を走る。ただし、ラッシュアワーには、電車がナポリサレルノ線に乗り入れし、イルの駅とフラッテ駅まで走ることがある。サレルノ都市鉄道は現在東側の終点駅になっている、あるアレ駅駅からサレルノ空港まで延伸され、新しい4駅を新設する計画がある。さらにもっと遠い将来の計画として、サレルノ空港移動へ、 バッティパーリア市まで路線を延伸する案も出た。また、イルの線を電化させ、サレルノ大学まで新しい2号線の建設も検討されている。エール5 0 1系電車。愛称はミヌエットである。サレルノ都市鉄道ではすべて電車で運転されている。現在接続可能なもの、ピアノプロビンチョレイデイトラスポーティボリューム2。ありがとうございます。